化け物退治に慣れてきたな。
ったぞ。他にもいる。探さなきゃ。うるせえやつらだな。
物資は補充できたな。どうしたぜ。決定。キラーチューン、トラベルズを引っ提げ、ここ東京でスペシャルライブを開催。オープニングアクトとして、なんとあのアイドルグループも参戦。チケットの申し込みは、またはチケットセンターまで。チェケラ、チェケラ。私の右腕が務まるのは、この一袋しかない。急な活動にこれが一袋か極東風がヤクザにしめつけろや。中華セール実施中、具沢山中華麺がお買い得な409円。
また赤い桜だな。汚れを感じる。こうなると思った。来い。払うぞ。いいもんだな。マリにも見せてあげたいよ。
行っちゃったんだろう。俺が大切に育ててた犬が逃げてしまったんだ。あれはただの犬じゃない。人の言葉をしゃべるし、顔だって人そのものなんだ。もしこいつが言ってんのは本当なら、あいつらと何か関係あるかもな。この子じゃなさそうだね。違うんならもういいだろ。この辺り、あいつらの殺気を感じる。気を抜くなよ。ああ。あのガキが言っていた犬ってこのことか。頼む、僕を解放してくれ。兄貴が追ってくる。このまま連れ戻しても酷だし、解放してあげよう。だな。こいつは俺の犬だぞ。勝手なことをするな。焦るぞ。くそ、こいつらいつの間に。やるしかねえな。もう兄貴の犬として生きなくていいんだ。弟を犬扱いだなんてとんでもない兄だな。妹を助けようってお前が成人に見えるよ。そこまでじゃないけど、あれよりマシだね。
いい買い物できたか。まあね。スピリチュアル？何言ってるんだ。ほら、守護霊の声だ。とってもスピリチュアルね。これは守護霊ではないんだけどね。私は呪術系ビデオブロガーの浦見恐れ罪のよ。知ってるでしょ。知らないけど、名前が不気味すぎるね。ねえ、あなたたちにお願いがあるの。私の部屋がとってもスピリチュアルになってしまったのよ。ちょっとスピリチュアルすぎるから、なんとかしてきてくれない？スピリチュアルすぎる？なんだか嫌な予感がするな。嫌な予感しかしねえよ。解決してきてくれたら成仏してあげるわよ。ああ、それならやる価値があるかも。よし、次に行こうか。変なことがよく起きるわ。何が原因なの？なんか最近雰囲気悪いわ、このマンション。このお札、逆さまだね。すでに何かの気配を感じるな、まったく。あぶり出して払うぞ。何のつもりだ、これは。アロマキャンドルだったりして。なんで藁人形なんて飾ってるんだ。スピリチュアルなんじゃない？呪いの人形を自作しているのか。あいつの言い方だと呪いとは思ってないだろうな。これがスピリチュアルなんだろうね。
安らぐ。抱き枕にしちゃってるよ。こんな不気味な部屋で配信していたんだ。どうかしてるな、最近のやつは。あの人が特別なだけだから。スピリチュアルなクローゼットだね。変なものを呼び寄せてそうだな。我はクローゼットを守りし守り神なるぞ。払えば衣服に虫が湧くぞって言ってるけど、ただの悪霊だ。払っちまえ。水回りはきれいにしておくと運気が上がるらしいけど。きれいとか汚いとかの問題じゃねえぞ。これキャンドルのあるお風呂憧れる。ろうそくなら墓場にもあるからそっち行ってろ。ベランダから視線を感じる。誰かいるのかな。この部屋住みたいな。おいおい、呼び寄せちまってるじゃねえか。こうやるんだよ。これで全部払ったみたいだな。スピリチュアルすぎて悪霊が住み着いちゃったみたいだね。
部屋の問題は全部解決したよ。ありがとう、助かったわ。どうしようかと思ってたの。なんであんな奇妙な部屋になっちまったんだよ。スピリチュアルな要素を足し算していけば。いや、全部引き算だったよ、あれ。おい、問題は解決したんだ。そろそろ成仏してくれよ。そうね、じゃあまたね。ありがとう。またねって、帰ってくるつもりなのかな。それじゃ悪霊と変わんねえぞ。助けられてよかった。こんな不気味な部屋で配信していたんだ。どうかしてるな、最近のやつは。あの人が特別なだけだから。こんな巨大な藁人形初めて見た。もはやカカシだな。カラスが逃げるぞ。霊視してみるか。何かいるかもしれん。水回りはきれいにしておくと運気が上がるらしいけど。きれいとか汚いとかの問題じゃねえぞ、これ。
物資は補充できたな。Woo!
いい買い物。
俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。案外おとなしいやつだったろ。信じてもらえて嬉しいよ。ありがとう。
いたぞ、かまいたちだ。あいつはこっちを気にしていない。動きが止まるまで全力で追いかけるんだ。奴の動きが止まったぞ。使えそうだ。力をうまく使えよ。そういえば、霊を転送しようなんて誰が言い出したの？そんなこと考えるのは凛子ぐらいなもんだよ。褒めてくれているのか？言い出したのは私だけど、実行したのはエドよ。俺から見れば同罪だよ。